はい、こんにちは。えー、福井大学医学部附属病院、救急総合診療部、林博之です。よろしくお願いします。これから腹痛を100連発。<laughs> ね、皆さん気長いですね、忍耐を持って付き合ってください。そして、えー、明日から腹痛の患者さんが大好きになるようにしましょう。それでは、一発目ですね。えー、腹痛患者を見る基本の気。やっぱりあの腹痛診療は肩がやっぱ大事ですよ。 で、患者さん何か言ってくるんですよね。お腹が痛いとか、いつからとか、昨日からとかね、えー、急にとか突然とか言うんですけども、大体そんなことないんですよ。だからそのあたりをしっかり聞くっていうときに、じゃあ、進化物以が痛いんだって言ったときに、必ず話を聞いてから考えるじゃない。必ず手相から鑑別診断一番最初にあげてください。もう1、第一生目から鑑別あげましょう。 ね。進化物、怖いもの何ですかやっぱり心筋梗塞怖いですよね。必ず心筋梗塞を考えながら問診を取っていくわけですよ。でも進化物ってやっぱり胃も多いし、膵臓も多いし、胆石もあるわけです。虫水炎の初期っていうこともあるわけですよね。で、そういうことを考えながら話を聞いていく。あの、国家試験との大きな違い。国家試験は答えが書いてあります。ね。で、患者さんは、あの、自由な、 自分の発想。昨日、うちの娘が持ってきた宅た腕が悪かったとかね、勝手なこと言うんですよ。それで心筋拘束ってことありますから。あの、必ず患者さんの話だけで診断をつくことないです。詳細な、鑑別を思いながらの診察。ね。あの、病歴聴取。すごく大事です。で、患者さんのこの主観的なあの考えですよね。これ、あの、総合診療の分野では書き換えと思います。えー、解釈、期待、それから感情、 そして、影響ですね。で、このもやもやポイントを持ちながら患者さんがこういう意味で病の解釈を持ってくるわけですよ。そういう意見は自由ですから、それが診断につながらないね、場合もいっぱいあります。でも、しっかり訴えをあの言ってもらうっていうのはすごく大事。満足度と関係してきますね。その中で、注射選択していくっていうことがめちゃくちゃ大事ですね。で、患者さんがね、いつも言うんですよ、全部、全部って言うんですけど、全部じゃないです。 全部痛いって言いながら全部じゃないですからね。患者の全部は全部じゃない。患者のいつもはいつもじゃない。患者のずっとはずっとじゃない。ね、ずっと痛い、ずっと痛いって言いながら、ずっと痛かったら夜寝られないですよね、って言ったら。 夜寝てる。じゃあ寝てるとき楽なんじゃないですか。うー、楽。みたいな感じになりますよね。だから患者のずっと、あ、ずっと痛いって、そのままね、死んじちゃダメなんですよ。ね。患者の普通は普通じゃない。普通なことしかしていないって、この普通って何ですかって、大根200本引いたとかね。その人にとっては毎年同じことをしていても、我々にとっては特別なことなんですよね。詳細に聞く。それ、患者の突然は突然じゃない。ね。人によって突然の定義は違います。 ね一1日かけて痛くなっても突然という人いますよ。5分以内でピークになった場合、これ突然ですよね。この突然の時間経過を具体的な数字で表せるようにするってすごく大事。特に血管系ですね。血管系の腹痛は、突然、大止めが避けたり、大止め気流が破裂したり、この時のタイミング、ピークまでのタイミング、すごく大事になってきます。で必ず患者さんの言うことをそのまま受け取らずに、 一旦咀嚼して、それから解釈し直して確認するっていう作業をしてください。で、納得いく、筋道ちなのか。ね、訴えの質にこだわる。勘弁診断常に考える。そして、患者さんは信頼につながらなくても意見は自由だって、自由に言ってもらうことってめちゃくちゃ大事です。ね、えー、大事なメッセージ。患者さんの言う言葉、特にずっととか普通とか全部とか、これをね、すぐ信じないでください。 で、えー、我々の頭の中は非典型例と見落としがないかっていうのを考えながら見ていく。それではあの一番大事な腹痛のね診療の型言ってもらいましょう。